インスタグラム投稿したのでぜひ見てください。そう、インスタグラムを投稿しました。こんばんは。治った？なんか誕生日プレゼント買い忘れたって。なんかここめっちゃ分かれるんですけれどもね、インスタグラム投稿しましたよ皆さん、ついさっき、ついさっき投稿したのでぜひ見てください。なんかそう、なんかねインスタねちょっと低迷してて、そうインスタなんかちょっとなんかそう今ねちょっと迷い期なの、悩み期、インスタがちょっとどうしようかなみたいな感じで、そうなんかおしゃれにしたいんだけど、なんか自分すぎ、そう見てみましたかね、なんかあのそうインスタがなんか自分すぎるのが嫌で、なんかちょっと自分じゃないやつものしたいなって思ってちょっと食べ物の写真を撮ってたからそれを1個目にしてみた。そうインスタをねいい感じにしたいんよ、難しいんだけど、やばくないこのさシェーディングって言うんだけどさ、ここを影にしてこうやって顔を細くするっていうやつ、ここら辺とかね消しちゃいたいなって思うところ全部。シェーディングしたらはあの皮がちっちゃくなりますよって、どうかな、影になって小さくなるよっていうやつ、ね、顔が丸いからさお母さんにも言われちゃいましたね、顔が丸すぎると。でもなんか小さくなった気もする、変わってないかな私はめっちゃ小さくなったと思ってます。これブラシを変わってないやん、ケイ。え、どう？顔小さく見える？これメイクの力はすごいからな。
今日蜂のさあれ出てた生写真。そう。やっぱあの時に撮った生写真はなんか漏れてるわ。うん、漏れてるやつだと思う。結構。あの時だから多分しばらく出るやつは漏れてます。割と漏れてる方。そうだから前回のあれからあの夏の生写からのやつは割と漏れてますので皆さんゲットしてください。生写ってさ買ってる方いるのかな。そうやっぱさ写真だからさその1枚で決まっちゃうわけじゃん。なんかってなるとやっぱさ気合い入れないとね。ぜひゲットしてください。ゲットしてください。そう今のやつは漏れてるので。なんかねそう自撮りも漏れたなって思って。インスタも絶対いいねしてください。あ、ちょっと待ってよ。なんかさ、そう昨日ねあのレアちゃんがさなんか2年でこんなに変わりましたアイドルってすごいみたいなさ感じでツイッターに出し X に出してたじゃないですか。あのそうなんかアイドルってすごいからみたいなアイドルってすごいみたいな感じでなんかツイッターに出してて、そうそうそう、でそれでいや私の方がやばいからって思って、そう私もね結構ねもうだあのなんかあの初期の頃さようこれで受かったなって思うくらいさ、まあれだったんだけど、あのなんかそりあちゃんが乗してって、そうちょっと調べよう。やんなせやでこれ忘れてきた。たった2年なのに変化すごい、アイドルってすごい、一番変わってるのではないでしょうかっていうツイートを出してたの。そうっていうツイートを出してて、えちょっと私の方がやばいけんって思って、私の方がやばいからって思って、私もね過去からね集めたの、一番最初の生写真、あ壁写とドゥーラブと去年の新書と今年の
新書。そう。なんか私はが一番なんか多分やばくて、それでこれ便乗しようかと思ったの。便乗して、いや私の方がって言おうと思ったけど、ちょっともうちょっと経ってからさ、これさ、リアちゃんのさ、あれ、私の方がやばほうって思って、なんかやばい、口の周り書いてたら脱皮脱皮って始めてきた。脱皮始まってきた。そう、なんか私の方がやばいからってなんか思って便乗しようかと思ったけど、これは今乗っけるよりもうちょっと立ってから乗っけた方が面白いんじゃないかと思ってもうちょっと経ったら私もさ、レアちゃんの真似っこしてさ、いや本当にね、やばいな私の壁車、やばすぎて本当にやばいから、もうミラとかにそのあの見せたらめっちゃ笑われるの。でもそんぐらい本当に私もそれ見たらあの、私もそんぐらい、そうそう、なんか私も結構変わったなって思ってね。だってさ、すごいもん。あ、そうね、びっくりだよね。なんかあんな自分がブスいと思ってなかったからさ初期初期のさ自分がさ、あんな感じだとは全く思ってなかった。でも、ね、私って言われちゃう私なんだけど、まあ、今の方が断然あれだよねって感じ。全然漏れてる。やっぱカラコンも覚えちゃって、髪の毛もアレンジできるようになっちゃって、え、本当に私ちょっとこれは初期から可愛かったよとは全く言えないし、私最近自分のことを好きになってくれた方に見せれないぐらい、そう、なんか幻滅されそう。え、藤子ってこんなあれだったのって。そうで、なんかちょっと思われそうねそう、まあね、過去があっての今ですから全部受け止めてほしいものではありますけど、もうね、すっごく変わったよね。何が変わったんだろう。やっぱメイクがね、なんか壁上が異様にね、ブサイクなのよブサイクとか言ったかな、壁上が、あの壁車がなんか、壁車とそのお披露目の時が異様にやばくて、それ以降はまだマシなんだけど、でもね、だいぶ変化しましたよね。マジやばい。なんか嬉しい。こんなに、こんなにさ、会えると思わないからね、本当に。なんかね、嬉しい気持ちです、こちらとしては。生写真とかもさ、今思うと結構ね、なんかね、 3番目からちょっとマシになってきた感あるんだよね3個目ぐらいから、あのちょっとあの頑張ってる自分、なんだろうね、私二重幅広くなったよね、前髪もあれだし。でもさ、何が変わったって言われるとさ、わかんないけどさ、頑張ってるわ。このさ、アイヤのやつが結構やばい。でも確かに壁車の時は、あの壁車の時はなんかいつも、あ、この前回、この今の新しく変わった壁車は結構気合い入れたのね。そりゃさ、壁車だもんね、気合い入れるじゃん、まあ、いつもメイクとか
丁寧にしようって気持ちになって、ね、ちょっともうちょい経ったら何かね変わったよね。でも何が変わったって言われて本当分かんないけど、変わりました。何か大人になったね私大人になったくない？なんだろうね、何が変わったって言われて分かんないけど、まあ、今でも盛れる時盛れない時あるじゃんやっぱり。大人になりましたね、なんかすっごく。大人になったわ、私も。私はすごくなんかね、自分のやっぱ自分の壁紙のね2枚目がめっちゃなちちゃんに似てるんだよね。でもね、嬉しくないよねこんなさなちちゃんに、なちちゃんに申し訳ないけど本当に似てると思う。なんか自分に似てる子いるなと思った、あの壁紙見た時に似てる、なんか似てるんだよね、雰囲気とかがなんかなちちゃんに似てるなって。本当に嬉しくないんだろうけど、めっちゃもお世辞で嬉しいね、だといいけど。一緒に写真撮ろう今度ちょっと似てるかな。生写真ね、でも今度また生写真あるからさ。でもなんか生写真ってさ時差あるからさ、撮影あの売られる時期と、そうそうだからね難しいんよ。なんか生写真が撮影するってなってもやっぱすぐにはあの発売されないわけじゃないですか。すぐには発売されないから、まあ昔あの写真は
がさどんどん埋まっていくわけじゃん。で下の方に下の方にあの行かないとないから、そうでも生写真の人とはね送りたいけど、ハロウィンはまださ早くない？多分あハロウィンワンチャンね。でももう浴衣はしそうじゃない？わかんない、全くわかんないけど、高齢的なので言うと浴衣とかはするでしょ。浴衣は絶対するし、あとなんだろう、あとはもう普通になんかいつもみたいな感じかな。浴衣が早ければハロウィンもするのかな。あでも思想ハロウィンも分かんないけど、そこの前どん兵衛ジンベエか、どん兵衛じゃない、どん兵衛ジンベエ、あちゃたくさん写真を撮ろうと思います。なんかさでも人に撮ってもらうってなった時に、なんだろう、その自分の好みの画角とかあるじゃないですかね。なんか自分はこんな風に撮ってほしいとかあるけど、まあ、その意見が一致する人ってなかなかいないじゃん。多分自分の好きな画角と全く同じ画角が好きな人って、からなんかそう人に撮ってもらうときにさ、ちょっと自分の好みと違うなとかあるとさちょっと気になるんよね。なんかさだからさこういう風に撮ってって言って、だからさもう誰に撮られてもさ、誰に撮られてもなんか漏れるあれでいたい。そうこのねインスタのね写真ね、なんかカフェ大好きなねお友達がいて、なんかこの子写真撮るのうまいなって思いながらね見てたんよ。なんかいろいろそうで、だからこのカフェの食べ物の写真もあの撮るのが上手な子に撮ってもらってって感じなんです。なんかちょっとこれからねインスタちょっとおしゃれにしていきたくて、なんか自分の写真だけなんか自分がメインの写真もだけどの方がみんな見たいと思うじゃん。けどなんかあのちょっとインスタをちょっとおしゃれにしたいので、マジで1枚だけどうでもいいなんか空の写真とかなんか影とかそういうのが投稿されちゃうかもだけど、ちょっとね、あ、藤子はこれ今インスタおしゃれに頑張ってるんだと思いながら見てくれると嬉しいなと思います。おしゃれに頑張ってるんだって。そう、風景とかものした方がなんかおしゃれかなって思って。参考にしているのは。うん、ディノさんとかエールさんだけど、サイさんもなんかいいなって思った。インスタちょっと今はサイさんみたいなあれを頑張りたい。そう私カフェ好きだからさ、
彼の写真多くなっちゃう。このシュシュを使ってなんかおしゃれ投稿できんかな。調べてよ。シュシュ。パパネタパネカミミズタアのシュシュ恋の尻尾は捕まえて触れた。まあまあまあいい感じにね、これからも。そう、インスタグラム好きだからさ、頑張りたいんだよね。なんかね、なんかないかな、楽しいことしたい。今週はね、本当に予定がなくて、なんかメイクをしたいんだけど、メイクをする気かもない。今肌荒れてるからさ、あんまむやみにメイクしたくなくて。ちょっとさ、小顔にしよう。やっぱりこれ本当にすごい。小顔にメイク配信したこと、あ、何回かしかしたことない。私のさ、メイク配信を需要がある人がいれば、こうやって知って、そしたらちょっとはみ出た部分だけね、これでこうめでたいわ。そうなの、今ね、特になんか肌が荒れちゃって、なんか調べたらさ、なんか夏なのにめっちゃ乾燥するみたいな。調べたらなんかあれらしい、冷房とかの効きすぎとかもいろいろあったりして。もうそんな知らねえよって思いながらね、暑いからね。でも肌が悪くなっちゃうんです。てかさ、そう、ね、私さ、日傘さ私ね、今日調べたんよ、一日中日傘を一日中調べてて、やっと欲しい日傘を見つけれたの。でもね、もうね、売ってなくて、あんまり通販でしか。そう、フランフランのね、可愛い日傘をね、見つけたんだけど、なんかそう、売られてなくて、もうね、多分日傘の時期じゃないから、あんまりもうちょっと買う、日傘を買う時期じゃない、ないのね、今って。多分そう、日傘とかなんかいろいろ欲しいの出てきちゃって、日傘をし、まあ、日傘をまず買いたくて。そう、フランフランに遮光 100% の日傘があって、なんか可愛かったの、フリルで。で、それをどうしようかって思いながら、そうそう、フランフラン大好き。フランそう、そこでなんか調べてて、あ、めっちゃ良さげなね、やつを見つけたの。え、私さ、ちょっと悩み、これ悩みね。なんかさ、この、そのさ、みんな傘を持ち歩くときってさ、
折りたたみとさ長傘どっちがいいと思う？そう、なんか折りたたむか長い傘にするか。でも自分さ折りたたみ傘持ち歩くようなほどバッグは大きくないんだよね。なんかそのさ傘は雨でも使えるしみたいな、雨でも使えるし長傘、雨でも使えるし日傘、なんか兼用だったの、晴れ雨で兼用で、でなんか長傘より折りたたみの方がなんかこの傘の直径が広かったのね、ちょっとだけ。そう、え、だから日、まあ、日頃は日傘だから折りたたみにして、雨の時は雨を普通にさ、そう、雨とかさ降ってる時は普通に長傘の方がいいかなって。両方がやっぱそんな言いません。でなんかそうグッチに相談したいの、なんかどっちがいいと思うって。私は絶対にあの持ち歩くなんか荷物になるのが嫌だから長傘じゃなくて折りたたみって言ってた。そう、あとでママに買ってもらおう。そうあったの、なんかさ調べてて、まずインスタとかでめっちゃ何がいいかなって。そしたらなんかフリルがあるやつ可愛いなって思って、そうフリルあるやつ可愛いなって思って、でなんかフラフラの傘使ってるよってなんか誰かそのさ見てたら言ってて、あフランフラン安いしいいよって言ってたから、あ確かにと思って見てみたら可愛いなって。これこのさサイズ、親骨ってどこ、全長親骨ってどこのこと。50センチ、親骨ってここの持つところだよね。50センチもあったらだいぶじゃない？で全部だったら58センチだったんだって。こういうこと？あでもうん確かにね、この持つところが50センチ。あーあーちょっと意外とな、短いねってことは。全長58、折りたたみじゃない方がいいかなでも折りたたみだったらさあれだ短いよね。あ長傘だったら669、でも折りたたみでも500なんだけど、長傘でも500なんだけど、まあこんなもんか。いやマジで買いたい。あと普通にさシーツカバーも欲しくなっちゃって、可愛い部屋にしたいからさ、今こういう感じじゃん私の。確かに涼しそうであるけど可愛くはないからさ、そうフランフラン見てたらいろいろ欲しくなっちゃってさ、なんか可愛いなった、なんかシーツカバー。冷食、冬に、あ、夏にぴったり、このピンクのほらこれふわろ冷感肌掛け布団フリルシングルピンクが欲しい。あこれもうこれは買ってもらえ、あこれでも 20% オフしてるじゃん。
あ、でも枕は買わないとないんだってえ、これどういうこと？え、これいろいろあるってこと？掛け布団とペット、あ、え、めっちゃさ、じゃあこれさ1個買うだけでめっちゃ金かかるやんどういうこと？え、これめっちゃ買いたいと思ってたね。え、どういうことお金かかっちゃうじゃん、たくさん。え、だってまずシーツと掛け布団必要やん。え、これって掛け布団とシーツ別々なんだ、枕も。じゃあ掛け布団でさ7000、8000って高くない？セットじゃないの？セットかと思ってた。セットでこれ安いじゃんって思ってたら、フランフランにしたら安いなと思ってたよね。確かに。え、じゃあ布団とシーツ、こうなったこと。じゃあ普通にそしたらもう1万4000なんだけど。欲しかったのにな。衝撃事実。1万5000円ぐらい。え、そんなもん？そんなもんなの？でもフランフラン可愛いもんね。ワンチャンさ、ニトリとかでも売ってんのかな？ニトリでもこういう可愛いの売ってるんじゃない？ニトリの方がまださ、安いのかな？でニトリでもさ、こうか、シーツ、ベッド、お母さん買ってくれんかな、このピンクのさフリルのかわいいさ。 IKEA とかニトリじゃない？あれはナフコとか？欲しかったのにないの？あら、まあ、そんなもんかな、そんなもんなのかな。でもさ、私さ、どうしよう、お母さんにさ、私自分の部屋で寝ないの、自分の部屋で寝ないんだけど、そう、普段ね自分の部屋で寝なくて、けどお母さんに、お母さんに自分の部屋で寝るから可愛い布団買ってってお願いしよっかな。ちょっとちゃんと自分の部屋で寝るけん、かわいい布団買ってって。ダメって言われるんだろうな、きっと。日傘は絶対買って、でも日傘さ使わない、ちょっともったいないよね、なんか使わないとね、ちゃんと。8000、ベッドパッドってさ、何、こんシーツってこと？シーツの上にするやつか。シーツの上だよね多分。このシーツの上につけるこの、1万5000、
やだな、こんなに高いとは。かわいい。でもめっちゃピンク、フランフランってそうだよね。フランフランはかわいい。でもなんかめっちゃ好き。本当にさ、私さ、あの安いなと思ってたのにね。まあいいや。そうね、あーそういうことか。税抜け6400円。ママ買って、もういいや。こんばんは。でもさ、もう多分これなんか日傘もさ、このさ冷感のさ布団もさ、もうさ夏だからさ、通販じゃないと売ってないな。マジで在庫はない、店舗在庫。通販で買うしか。コタちゃんのお布団、コタちゃんのベッドとかさ、買ってみたいよね。すれ違っても気持ちいい。こんばんは。もう9時20分。夜ご飯なんかな。多分パスタができとるはず。でもなんか生クリームけど食べたいなと思いながらさ過ごしてきて、生クリームをお母さんに買ってきてもらったから、生クリームなんかつけて食べたい。とんかつ食べた。そう、あの日の夜行ったとんかつ。とんかつ行ってお腹いっぱいだなって思って、そう、なんかあの日さとんかつ食べたんだけど、その前にその何時かちょっと前にポンデリング2つとハニーチュロ1つと銀だこを食べてたの。たこ焼き8個入り。そうそうそう、それを食べたんだけど、あのなんかそれを食べたのに、ちょっと前にね、とんかつ食べる前に食べたのに、なんか余裕でなんかとんかつを食べきっちゃった私が、なんかなんかそう、なんか自分がやばいなって思って、なんかびっくりしちゃった。そんななんかとんかつは美味しいからっていうのもあるけどさ、なんかそんなそれをさ、お腹いっぱいってなりながら食べたというか、あのはあ、美味しいって思いながら食べた。にょそう、でもそんな自分にびっくりしました。でもまあその日はリハしたし、朝は何も食べてなかったの。だからお腹空いてたんだよね、きっと。かわいいね、ベッドがいい。
こういうのね、見てたらね、見た分欲しくなっちゃうから、一旦シャッターン。インスタ投稿したので、ぜひいいねしてください。インスタ見たよってありがとうございます。ちょっとおしゃインスタを目指して頑張ります。なんかさえさんみたいなインスタが今はめっちゃちょっと理想的な感じ。そう、なんかどんな感じで投稿すればいいかってなると分かんなくて、なんかめっちゃインフルエンサーのね方たちの投稿をめっちゃ見させていただいてたんです。そう、その方たちはやっぱり、その方たちはあれだった、あのやっぱり自分の顔も載せてたけど、なんかやっぱ背景とかも結構載せてた。飲み物の写真をこうやって持ってる写真とか、靴の写真とか、そういうのをたくさんしてたから、私もそれ真似しちゃおうかなって思って。そう、カフェ行ったらカフェだけの写真とか、よくない？こんばんは。そう、このね、今日に投稿したのはね、撮るのが上手だったお友達のおかげで。最近リナさんが何でもインスタインしてくれるから嬉しい。こんばんは。今ね、でもなんか昨日もさ、マック食べたんだけど、なんかマックが食べたいと思ってたけど、実際そんなことなくて、なんか食べながら何が食べたいんだろうと思いながら、ずっとクタちゃんが、ね、めっちゃ泣いてる、かわいい。いるかな、コタロー、おいで、コタロー、おいで。おいで、コタちゃん。コタロー。ちょっと逃げられちゃいました。コタロー、コタロー、おいで、おいで、コタちゃん。捕まえました、コタちゃんを。可愛いからね、みんなに見てもらおう。可愛いからね。な、可愛い子たちゃん。なんでそんな、なんか泣き方なの？あ、嫌だって。可愛い泣き方なんかめっちゃ。みんなには見えないとこに
くゆっくりしだしました、そこで。くたろう。私のほっぺにスリスリしてきた時代が懐かしいわ。あ、今度コタちゃんの写真もインスタに載っけてあげるね。みんなに見てもらおう、かわいいコタロウ。抱っこは好きじゃない。なんかキジトラってキジトラってなんかコタロウはねキジトラなんだけど、なんかさやっぱ猫ちゃんの種類とかにもってさ、この子はめっちゃ甘えたがりの種類ですとかあるじゃん。そうだから、あ、キジトラってどういう感じなんやろって思って調べてみたら、なんかキジトラは性格が3つあって、ツンデレタイプ、ワイルドタイプ、甘えん坊タイプで、ツンデレタイプは警戒心が人一倍強いキジトラですが、心を許した人にだけ甘えてくる子が存在します。最初は警戒して近づいてこなかった子も、この人は安心だと認識すると甘えた声でするよってくることがあるそうです。ゴタロウはまあまあまあ、あのご飯欲しい時だけママにめっちゃねスリスリする。で多分コタロウはこれないよ。あ、違う、まず甘えで、その甘えん坊タイプもあって、甘えん坊野性味が強く残っていたり警戒心が強かったりするキジトラがいる一方、中には甘えん坊な子も存在します。どちらかといえばメスよりオスに多くいる傾向にありますが、お、そうなんだ。子猫のうちから家で飼われているキジトラは人見知りすることなく友好的に接する子もいるそうです。コタロウは絶対違うじゃん、これではない。で次、ワイルドタイプ。人間に抱っこされたり触られたりするのが苦手なワイルドタイプ、3タイプの中で一番野性味が強い傾向にあります。また警戒心が強すぎる強いことから、あまりしつこくすると嫌われてしまう恐れも。構いすぎに十分注意するようにしましょう。絶対これじゃん、コタロウ。絶対これなの、コタロウって。ねえ、コタちゃん、最近私に甘えてこないもんね。みんなに甘えないもんね。ご飯欲しい時だけだもんね、甘えたいの。絶対これだと思って、ワイルドなんです、コタロウは。って思った。絶対これじゃない、絶対これないよね、コタロウは。ビビってきちゃいました。抱っこさせてくれない。そう、なんかキジトラって甘えん坊な子が多いよねみたいな投稿を見て、えって思って、そう、キジトラって甘えん坊の子多いみたいな書いて、なんか言ってた方がいて、確かにそのね、キジトラちゃんめっちゃ甘えん坊だったんだけど、うちのコタラはそんなことねえぞって思って、そう、そんなことになってなくて、全く。ねえ、コタロン、コタちゃん、でも目は合ってる。そらされたけど、だからそう、コタロンはね、もうちょっとね甘えてきてもいいんだよって思いますね。飼い主を親と思うか兄弟と思うか、ああ、そういうこと。コタロウは多分兄弟だよね、私と。鍵ができない大きいんだよ。私借りできるけど、ごめんけど、ごめんけど借りできるわ。じゃあもう一回抱っこしてみるわ、コタロウのこと。もう一回ね、タちゃん、おいで。じゃん、かわいい。
可愛いでしょ、うちの子。可愛いお顔見せて、こてちゃん、みんなに。みんなに可愛いお顔見せて。可愛い。でかいのよね。こんだけでかいです、コタロウは。ね、コタちゃん。君はでかいもんね。でかいんです、コタロウは。こんだけ。もう今コタロー絶対私に怒ってたからさ、びっくりしちゃった。もう絶対私に怒りました、今。コタローさ、このめっちゃ勘違いなんかもしれんけどさ、この前さ、体重測ったら8キロぐらいあったんだけど、マジ気のせいかな、体重計壊れてたかな、なんか体重が本当に8キロで、やばー、わかんない、今日測ってみよう、もう一回。8キロ、6.8 だったんで、ちょっとなのに8キロになって、まあ、順調にね、脂肪を増やしていってます、コタローは。マジ、夜ご飯なんかな、合ってますね。やっぱでかいかな、コタローは。そんぐらい、なんかコタロー抱っこしたから腰ぐったい、毛が。太郎の肉球は匂ったことない。でもなんか猫の肉球ってさ、なんか匂いあるじゃん。なんか見たんだよね、その、猫の肉球には匂いがあるらしくて。太郎ちゃんを散歩に連れて行くことはないです。散歩はないな。でも散歩する猫ちゃんっているらしいからね。ちょっと小太郎はビビリなんで、あんま外には出たがらないから、多分散歩したら速攻でお家帰宅します。キャットタワーある。終わりましょうかな、配信。終わります。13位ワンタンメンさん、ありがとうございます。12位やすひろさん、ありがとうございます。11位カンさん、ありがとうございます。10位しみしみさん、ありがとうございます。9位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。8位パルサさん、ありがとうございます。7位カベチョロさん、ありがとうございます。6位ステッ6位 HKT 上手当時さん、ありがとうございます。5位ステックさん、ありがとうございます。4位ピッシュさん、ありがとうございます。3位ただの魚さん、ありがとうございます。2位こがまなさん、ありがとうございます。1位あおいちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい。さよなら。おやすみなさい。バイバイ。